なんだあの装置は。この歴史にあんなのあった。戦うさ。これは。どけ。俺は行かなければ。セズナ君、何か起きてる。何このバリア装置。囚われているのはガンダムエクシアリペア2。これはイノベーターの罠か。こんなものは生死に存在しない。当然ラトレイヤの量産型もの。何かが世界を歪ませているというのか。いや、この世界そのものが。この高台の上に一つ目の制御装置があるが。了解よ。駆け上がって破壊すれば。敵を片付けてからスイッチを切って。無理に壊すとミッションレーダーが破損するかも。楽にはいかないわね。小隊長、周囲の敵を排除して。その後はジャンプとブーストを駆使して制御装置の元へ行きたまえ。マクスウェイズは何をしようとしてるの。イノベーター側が勝利する歴史のデータを観測したいの。そうか、マクスウェルズは量子コンピューターであるベーダに近い存在だから。歴史の改ざんをさせるわけにはいかないよ。小隊長さん、急いで。いけ。問題ない。この程度。まだなのか。これはどうだ。かわせるか。当てる。くらえ。当たれ。お見事です。落ちる。まだかけ。テリア、使わせてもらう。バリア発生装置の停止を確認した。エネルギーフィールドには変化はないな。サクラ、あといくつ。あと2つ。マーカーは出してるよ。ここに来てどうしてマクスウェルズはこんな強硬策を取ったのかしら。デジタルな存在とガンダ、この歴史とマクスウェルズの共通点。待って、ティエリア君から通信。これはベーダから。今僕の意識完全にベーダとリンクしている。ベーダとつながったことで僕は全てを知ることができた。今こそ話そう。イオリア計画の全貌。我々の武力介入行動は矛盾をはらみつつも世界の統合を促し、たとえ滅びようとも人類の意志を統一することにあった。それは見えた。2つ目のバリア装置。手順は1つ目の敵と同じだ。招待状況。敵を倒してからスイッチをオフにして。
行け。やるじゃないか。あれが3つ目か。これで全ての制御装置の所在が知れたな。向こう岸まで結構距離があるわね。小隊長さん、谷越えをよろしく。ジャンプ&ブーストだよ。直撃させる。かかるぞ。こいつでどうだ。うわあ、当てる。その手そこだ。大体を回復する。ティリア、ここは俺に任せておけばいい。戦うべき相手が見えた。ここの敵を片付けて、刹那君を援護するよ。小隊長、マーカーを頼りに追って。そこだ。直撃させる。刹那 FC、 未来を切り開く。この人間不信が。今の干渉で刹那、歌が聞こえた。この手紙を違う、あなたが読むことじゃなくても、これって、うん、それでも GN 粒子の影響なの。あなたへの思いマリナ、綴らせてください。今晩会った時、また子供たちの歌を聞かせてくれ。たとえ世界から見放されようと、戦場の中でしか生きる。
なたに幸せが訪れることを私は祈っています。